はい。お元気さまです。くるみュー術の平です。えー、本日はですね、えー、まあ、ちょっと基本的な話をしておきたいなというふうに思ってですね、えー、まあ、タイトルにありますように、えー、D 判定や E 判定の生徒が合格するんだよねと。うん。で、なぜか A 判定、B 判定の生徒が不合格になってるよねと。まあ、その理由に関して、えー、お伝えしておきたいと思います。はい。ということで、まあ、割とですね、うん あのこっちの九州とかのエリアではですね、まあ、田舎のもんですからあんまり中学受験ってないんですよなもんですから高校受験をやっている生徒がやっぱり多くてで高校受験の成功体験というかですね高校受験の体験から、まあ、A 判定 B 判定は受かるよねと。 でやっぱり D 判定や E 判定は落ちるよねというふうな、その高校受験のイメージで、そのまま大学受験を捉えようとしているので、まあ、高校3年間大失敗しているというふうな、そういう親子が非常に多いということでですね、まあ、ちょっとあの学びエイドの話とかもちょっと含めてお伝えしておきたいと思います。まあ、毎年これは言ってることではあるんですけどね、今年は今日になりましたが、はい。 ということで、まあ、ちょっと特に資料を今日は作っておりませんから、この画面だけでいきます。<laughs> はい、ということでですね、あのー、まあ、高校受験や大学受験とあ、高校受験と大学受験のその違いっていうのは何なのかっいうと、高校受験っていうのはですね、まあ、1.1倍とか1.05倍の競争率なんですよ。 うん、ほぼほぼ、あのー、全員受かるというふうに作られているのが高校受験です、はい。それに対して大学受験というのは競争率が3倍とか5倍とか10倍とかね、もう競争率がもう化け物みたいに大きいわけですよ。ということで、えー、その倍率を見てまあびっくりする生徒たち、親御さんたちいるんですけれども、まあ、びっくりしなくていいです、あのー。ほとんどが記念受験ですので、ほとんど記念受験ですので、 実際のところ、まともな競争率っていうのは上位の3倍のところだけです。だから10倍の競争率だとするならば、下の7倍の競争率っていうのはもう記念受験なんですね。ま最初から受けても受からないっていう生徒たちです。だからもう上の3倍での競争率になりますよっていうことですね。はい。 でその3倍の競争率の中に入っていれば、じゃあ、それっていうのはあ A 判定、B 判定なんですかっていうと、まあ、当然、A 判定、B 判定というのは上の1倍ですよね、うん。上の1倍なわけですから、まあその D 判定や E 判定であったとしても、その上の3倍の競争率に入るわけですよ。 要するに D 判定や E 判定の生徒も、まあ、当日ね、試験の当日にたまたま出てきた問題を全部分かってたとかいうような感じですね。うん、そういうふうになると、まあ、合格してしまうというようなこともありえますから、まあ、そういうふうになってくると、まあ、そういうふうな A 判定、B 判定だけが受かるわけじゃなくて、逆に A 判定、B 判定がたまたま試験当日にね、自分の知らない問題ばかりをあー出てきてしまったっていうとね。 うん、もうこれに関してはやっぱり受からないわけで、この上位3倍の競争率っていうのは、この3人に1人というのは、誰が合格しても、誰が不合格になってもおかしくないんですよ、これは。それが大学受験のすさまじい競争率の、まあ、実態というかですね、う,ん、もう,うちの生徒たちもね D 判定、E 判定でいっぱい受かってます。という話をするとですね、まあ、あのそこで。 あの学びエイドが見てるんでしょうよ、このチャンネルを。まあ見てないのかもしれ見てるかどうかわからないけど、あの、まあのま学びエイドの方から、そのアドバイスというかですね、が、あこの前の、この前というかですね、だいぶ前の、お。 まあ進路指導相談なんかの話で出てたんですけれども、まあ、確かにね、E 判定でも受かるんだけども、あまりにも D 判定の生徒から外れている E 判定、もう E 判定って言ったら、一番下の方まであるじゃないですか。一番下の方まであるから、さすがにそこは受からんですよ。E 判定受かるって言っても、さすがに下の方の E 判定は受からんので、D 判定とほぼほぼ変わらないぐらいのレベルの E 判定ですね。D 判定そばにいるような E 判定の子たちっていうのは、割と受かりますよってなことですね。 はい、ということで、あまりねあの、A 判定、B 判定、C 判定、D 判定、E 判定、この高校受験とは違う、その大学受験のかなりいいかげんな判定というものには、あんまり振り回されないようにしてください。 まあ、そして必ずね、えー、10人に1人ぐらいこの動画を見ている人でいるんですけれども、そうか、分かった、E 判定でも受かるんだな、よし勉強しないぞみたいな感じでですね、勉強しなくなる E 判定の生徒が出てくるんですよ。もうさあ、落ちますよと何度も繰り返すようにね、D 判定から離れまくっている E 判定というのはやっぱり合格はできないんですよ、ということでね。はい。ということで、高校受験と大学受験の違いということですね、高校受験の場合は、<laughs> 1.1倍とか1.05倍なので、うん、ほぼほぼ、うん、落ちる人がいないということですね、まあこれに関。これに対して大学受験というのはほぼほぼ全員落ちますから、<laughs> ほぼほぼみんな落ちますので、もう誰が受かるのか、誰が落ちるのか分からないというのが大学受験ですよというこですね。はいでえー、<laughs> もう少し言いますと、A 安定、B 安定が。 なぜ不合格になるのかっいうと、最近の動画でもずっと言い続けてると思いますけれども、もう A 判定、B 判定をもらった瞬間にです、ね、でもう勉強しなくなるんですよ。うん、ということでね、あのー、なんだろうな、まあまあ、この前なんかはね、その東京大学を希望していた附設高校の生徒が B 判定を取ったら、もうそこで答申衛生部校やめますとか言って、やめちゃって、それで落ちましたっていうような話をしたと思うんですけどね。うん まあそういうふうに、その途中から突然手を抜き始めるというのが A 判定、B 判定の生徒にありますで。特に多いのが共通テストの、まあ、その、えー、あれは、うん、名前がド忘れした。えー、まあ、判定ですね。共通テストを。 出して、えー、共通テストの点数を各予備校とかに出して、それで判定が返ってきたときに、A 判定、B 判定とかいうような形で返ってくると、途端にその日から勉強しなくなるわけですね。はい、でもう2月の25日の頃がですね、もう40日ぐらい後があ国立大学の試験ですから、もうその頃にはもう完全に力が抜けきってしまって、もう A 判定、B 判定をもらってきた生徒たちがまたまた 落ちてるわけですよね、うん、だからもうその A 判定 B 判定をもらったからっちゅうてそこで油断しないことそしてまたですね、えー、何度も繰り返しになりますがまあその2月末まで頑張りきれないという生徒たちの、ね、A 判定 B 判定を維持できないという生徒たちの特徴としては2月の頭にある私立大学の結果とかでですね これで、えー、合格通知をね、もらったりすると、わあ、もう西南学院大学受かったから、もう勉強しなくていいや、みたいな感じで、もうちょ、っち,ちょっと待ってくれと、熊本大学の入試がね、えー、2月末にあるだろうが、とかいう話をするんだけど、もう、もういいです、みたいな感じでね、もう勉強しなくなるというふうな感じの子たちが一つですね。一つはそれです。でもう一つは、その2月頭の試験で不合格通知をもらったと。 特にね、福岡大学とかも補欠乱発しますから、もうほぼほぼね、あの福岡大学なんか合格通知出しません,、うん。なので、福岡大学で不合格になっちゃったっていうかね、福岡,福岡大学でまあ、不合格通知が来ちゃったということですね、補欠に回るってことですから。まあ、不合格通知が来ちゃったうもうやってられないみたいな感じでね、もうダメだみたいなふうに頭ごなしにあの勉強しなくなる子たちっていうのがいます。だから A 判定、B 判定を取ってるのに、いやいや、うん、さあ、 福岡大学は落ちたかもしれないけれども、国立大学は大丈夫だから頑張れって言うんだけれども、いや、でも福岡大学が、福岡大学が、福岡大学がみたいな感じで言い続けて、それで結局、国立大学の時にはもう全く力を発揮できないという生徒が必ず出てくるんですよ。まあ、これまた入試が近づいてきたら言おうかとは思ってますけどね、うん。だからなぜ A 判定、B 判定の人たちってこんなにたくさん落ちるのかっていうと、そういうふうな罠がいっぱいあるんですね。 だけど、D 判定とか E 判定とかもらってくる子たちというね、まあ、共通テストとかの,その,ああの共通テストリサーチですね、共通テストリサーチっていうやつで、D 判定、E 判定が返ってくると、その時から40日間、死に物狂いで勉強するんですよ、彼らは。そして当然ね、まあ、途中で受ける私立大学なんかもやっぱり落ちたりするんですけども、受かったり落ちたりとかするんですけども、そんなの彼らは気にしないんですよ。 D 判定、E 判定の、それが出てきた、その国立大学に向けて必死になって頑張るんですよね。だからここで逆転しちゃうんですよ。うん、判定が逆転してしまうんで、まあ、こういうのを私は逆転合格っていうふうに言うんですけども、あなるほどねと、あの、キャスト大使さんとかが、逆転合格はダメとか、いいな感じで言ってるのの、まあ、意味が少し分かりました。あの、要するに逆転合格っていうものがあるというふうに感じる、あの信じてしまう子たちっていうのは、スタートが遅くなると。 ね、逆転合格っていうのがあるんだから、まだ勉強しなくていいや、9月から頑張ればいいや、9月からの追い込みで逆転合格だ、みたいな感じでね。まあ、例えば日本史とか世界史とか、ね、9月から始めても間に合うぞとかいう風に言ってる人たちいるんだよ。だけれども、これに関しては、ちゃんと8月までに歴史の流れを頭に入れておかないと、そして9月から詰め込み暗記に入ると。いくら歴史っていうのはね、詰め込み暗記をしても、歴史の流れが頭に入ってないなら、入れたものを入れたものを全部抜けていってしまうわけですよ。 だから、まあ、この8月中というのは、歴史の流れを抑えていくと、もう覚えていく必要性ないからですね、こうやってこうやってこうなったって感じでね、A という国が B という国に攻め込んで C という条約ができたぐらいの大まかな流れだけを頭に入れといて、そして後で。 9月以降で A という攻め込んだ国の名前を覚えて、B という攻め込まれた国の名前を覚えて、C というあの戦争の後にできた条約の名前を覚えてみたいな感じで、まあ後から詰め込み暗記をすればいいということですね。はい、だからもう、後から後からみたいになってしまう子たちが出てくるから逆転合格っていうのは信じさせやゃダメですよっていうのは、まあまあ、キャスト大師さんとかね、まあその後のマスクド先生あたりもそういった。 動画を上げてましたから、うん、なるほどなとあの、逆転合格の何があのどうなんやろうというふうに私は思ったんですけども、まあ、そういったところがあるんでしょうね。はい、ということでですね、えーまあ、ここら辺の A 判定、B 判定、D 判定、E 判定の逆転が起こるよと、逆転が起こるというようなことがありえますから、そこはね、あのしっかりと抑え取ってください。方向受験とは違いますよと。 大学受験というのは競争率が3倍、5倍、10倍ですから。 高校受験のように1.1倍とか1.05倍とかね、えー、テストで満点を取らないと、5教科全部満点取らないと合格できない高校受験と違って、もう東京大学が数学が 0, 0の合格してるとかね、そういう風な感じで、まあ全然入試の受け方が違うから、そこをあの勘違いしないでくださいねと、もう必ずねあの、教え子たちから言われるんですよ。高校受験で、ね、やってきたノウハウで、えー 高校3年生の夏休み頑張って結果が出なかったと、9月に結果が出ませんでしたっていうことで、あれが反省点ですと。あ高校受験の時のような勉強の仕方を夏休み、高校3年生の今のね、8月、7月やっちゃいましたっていうことですね。まあ、結構言う子たちがいますから、気をつけてください。高校受験とは違うっていうことですね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。聞いてあければチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、大シード、電話番号などありますの、ね、で、よろしくお願いします。 ちょっとですねあの、再生回数すごいことになってるんですよあの。おととしが100回ぐらいの再生回数だったんですねで。去年が200回ぐらいの再生回数だったんですよ。ところが、今はなんか少ない動画の回数でも300回になってるし、えー、もうなんかね、400回から700回、800回ぐらいっていうのがもう当たり前みたいになってて、もう1000回超えてるようなやつもありますよね。であの 他の塾さんとかがね、YouTube であの私の1000回超えてるとかいうふうなやつの動画のやつを真似してあげたりしてるんですけど、あ,あんまり意味ないですからね、あのあのの見て YouTube やってるなら分かってると思うんですけども、YouTube 側がおすすめでこうチャンネルを出したりするんですよ。でたまたまそのおすすめで出たときに1000回とかいうふうになったりしてるだけでね、あるいはね、あの特に何かこう、あの YouTube の視聴者たちが興味があって、えー、そういうクリックをしたわけじゃないんですよ。おすすめ、おすすめみたいな感じで出てくるからもうしょうがなく何かクリックしたとかね、時々クリック間違えてクリックしちゃったとかね、いろいろあると思いますから、それ真似してもダメですよ。あのそういう、そういうからくりです。そうあのえー、需要があって1000回の回数になっているわけじゃないんです。YouTube がただあのおすすめで出してるってだけなんで、ね、もう本来の 力はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方には私のブログ、あ、さっき言ったか。<laughs> はい、ということで、以上です。